来るなって言ったんだよ。俺にも手伝わせてください。槍川に残っても役に立ちませんし。死なれるよりはマシさ。消えた兵の捜索など慣れてはおらぬだろう。励みます。お邪魔にはなりません。わかった。だが用心し、ユナに従え。承知しました。手がかりはあったか。この辺で見たって話だけど気配はないね。探してみよう。猛虎が死んでおる。私じゃない。焼き傷があるな。でも矢がない。誰かが抜いた。また使うんだろう。かなりの腕前だな。足跡3、いや4人だ。どこへ行ったのでしょう。調べよう。ここではコオロギを取ったな。よく来てたね。それに竹を編んでカゴを作った。なんでコオロギ取りしてたか覚えてる？いや、母さんから遠ざけるためさ。腹を立てるとあんたに八つ当たりするから。コオロギに感謝しな。あの家に続いておる。侍が住んでたね。相撲じゃなくて。タカ！ごめん。死ぬとこだったんだよ。中を調べよう。私は外を見る。座がある。ここに泊まったか。クマには食われてなさそう。クマが兵糧を食ったか。おかげで死なずに済んだ。ありがたや。矢尻に譲る。三河用の皮も。弓取りはここにいた。ジェン、タカ、こっちに来て。君がまだ暖かい。この家を建ったばかりだな。近くにおるぞ。猛虎の火薬を盗んだのか。いい根性してるね。足跡だ。あそこの丘を登ってるね。訳があるようだな。身を低くして声を潜めろ。
お主、侍か。こっちへ来い。槍川の弓取りと見受けるが、数は減った。兵糧を奪うため野営を襲おうとしたものの、あえなく見つかってな。他にはいないの？捕まった。ここまでおったが、我らも手を貸そう。うん、腕は立つようだな。わしは大国酒井陣。志村じゃない。なら手を貸してくれよ。まず野営を見てみよう。捕虜を運ぶ部隊、どうやら直に立つようだな。元槍川の向こうにある野営に向かうのだ。立たれる前に動かねばなるまい。槍川の弓取り、皆無事だ。一時でも早く助けてやらねばな。行き先はつかめた。先回りして罠を仕掛ける方がいい。奇襲に向かない地形だね。元槍川はどうです？道の両脇に屋根がある。盗んだ火薬も役立ちそうだ。これは使える。なかなかの策士ですな。よし、猛虎より先に動くぞ。猛虎はこっちに向かってる。タカ、小屋の中に隠れてて。いやだ、ここに残って俺も戦う。ジン、頼むよ。タカが決めたことであろう。じゃああんたが守ってやってね。怖いか？いえ、そんなこと。少しだけ。姉さんもあなたも怖いものを知らずでしょ。恐れを知る者こそが強くなる。父が言っておった。俺に父はいません。怖くなると頭も体も動かないんです。鍛錬が足りぬだけだ。ユナは幾度も七に立っておる。お主とは馬数が違う。姉さんには何度も救われた。俺もだ。来たな。猛虎が近づいたら樽を射る。酒井様、動けません。お主ならできる。恐れる心を力に変えろ。やってみます。今ですか？まだだ。もう十分近いですよね。情け無用！そうかい。
よくやった大黒、仲間を連れて槍川に戻れ直ちに。いやはやまさかあなたがあのクロードとは思いもしなかった。共に囲いを破ってはくれぬか。宇治政殿次第だ。わしが取りなそう。噂通りだな、稀に見る豪の者じゃないか。タカ、悪いけどジンと話があるんだ。槍川で待ってる。やったよ。タカが死んでもおかしくなかった。落ちかけたし。しかし見事にやってくれたぞ。置いてくればよかった。ユナ、心持ちはわかるが、タカは赤子ではない。あの子は戦えない。素質はある。あんたは何も知らないだろう。トアにかばってやるつもりか。タカのことは私が決める。口を出すんじゃないよ。もう戻らなきゃ。囲いを何とかするんだろう。町で会おう。